はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日のマーケットを振り返りからやっていきたいと思います。えー、日経金株価ですけれども、プラスの0.77%、38,903円で引けております。プラス298円ですね、えー、今日も続進ということで、まあ、周囲戦終わってからですね、2日連続で、えー、まあ、プラスというような形で、えー、少し悪の結果が出ているかなと思います。それからトピックスですね、0.91%プラスということで、 こちらも24ポイントですね。上げています。それからグロース250、こちらも今日も強いですね。プラス2.08%で、よりからぐーっと上げていくようなね、感じで、まあさすがに売り込まれすぎていた部分というところが戻ってきているかなと思います。622ポイントで,ですね。引けております。日経金は値上がり銘柄数が百が181、変わらず0の値下がりが44となっています。 えー、強度上位でいきますと、ソフトバンクグループー、これが1位ですね。それから、アドバンテスト、明日決算です。えー、リクルートホールディングス、東京エレクトロン、日東電工、これ決算ですね。それから、強度をいていきますと、中外製薬、それからあ、これも決算ですね。え、とうとう、セブンアイホールディングス、ダス、ダイキン、続きという順番になっております。ヒートマップ、こんなような感じです。 業種別で見ていきますと、今日は銀行強かったですね。2.54%。それから証券業ですね。2.5%。まあ、引き続きですね、平米金利上昇していまして、この辺のとかですね、金融系のところが変われているのかなとは思っています。それから金の工業、非鉄金属という順番ですね。値下がり率のトップでいきますと、ガラス像石器製品、金属製品、輸送きというような形になっております。 さて、えー、今日はですね、えー、昨日決算なんですね、えー、発表しました、桜インターネットですね、3778ですね、見ていきたいと思います。えー、まあ、割に5060円でストップ高で引けております、えー大。大幅な増益の決算、それから追加投資の決定ということで、まあ、結構ですね、えー、イケイケな決算だったかなというふうに思います。 で、上半期の決算ですね、第2クォーター決算発表しまして、営業利益は13億円ということで、前年同期の5.2倍。それから、9月20日にですね、すでに情報修正していたんですけども、それをですね、さらに11億円も上回るということで、これは結構サプライズだったかなというふうに思います。で、通期の予想に関しては26億円ということで、前期比2.9倍の見通し。まだまだこれ情報修正の余地っていうのは十分あるかなというふうに思います。 要因としましては、生成 AI 向けの GPU クラウドサービス、これが提供開始していて、まあ、後ほどグラフ出しますけどね、かなり強いものがありますと、それからクラウドサービスの成長などが、工業先の背景ということですね。で、まだまだ投資していきますよということで、さらなる GPU 基盤の早期装備に向けた追加投資を決定ということで、まあ、高成長、持続の期待というのが集まっている状況になりますということですね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとグラフでね、こう見ていきますと、まあ形状利益のところですね、えぇ、ー、もともと会社予想のところが、あまあ9月にね、情報調整していた、この青い点よりも上ということで、まあ、非常に強い数字が出てきていたかなというふうには思いますね。まあ、前期と比べてもですね、かなり伸び率っていうのが高まっていて、まあ通期のね、業績、まだこれは見通しですけども、まあこんな感じでグッとですね、上がっていくというようなところで、まあ、本当に、え生成愛のところですね、えー、非常に好調っていうところが、あの、見て取れるんじゃないかなというふうに思います。 会社のですね、決算説明資料の方も一応見ておきたいと思いますけども、まず第2四半期の決算のポイントということで、売上それから利益ともに過去最高、前年同期の売上高が28.3%、営業利益は419.4%ということで、非常に強い数字になってきていますと。で、s i 向けの GPU ク,クラウドサービスの提供開始。この辺のところはですね、大幅な増収増益につながっていますよということで、この NVIDIA の h 1 0 0 t e n s ここは GPU。これが2000機の収益化にを達成しましたということですね。それから、さらなる GPU 基盤の早期整備に向けた追加投資を決定ということで、もう本当にイケイケ、1ページ目からですね、イケイケな感じがするわけですけども、まあ旺盛な AI 開発上を背景に受注状況が好調ですということで、ま第2次投資計画1000億円規模っていうのを前倒ししてですね、この H100、800機の追加投資をもう9月に決定しましたということで、まこんな感じになっていますよということですね。はい。 それから、ストック型収益のところですね。これの ARR ということで、まあ、元々ですね、昨夜インターネットが単体でやっているクラウドサービス、それから VPS のサービスですね。それから、レンタルサーバーサービスっていうところで、まあ、この辺のところはですね、まあ、割と安定的な収益になるわけですけども、まあ、これに関しても前年同期で9.3%増ということで、まあ、利益をですね、しっかりと下からですね、支えていくようなものになるかなと思います。 で、ちょっとですね、この連結のサービスカテゴリー別っていうところを見ていきますと、まあ先ほども言ったようにですね、この生成 AI 向けの GPU クラウドサービスっていうところですね、これがこの緑のところですね。まあ本当にこの緑のところが、まあこのね、えー、前回の第4クォーター1、1級、2級と2級で一気にここ跳ね上がっているっていうのがわかるかなと思います。この辺のところが今後ですね、かなり増えていくるということを考えると、利益成長っていうところはですね、かなり期待度っていうのは高まるかなというふうには思っております。 で、まあコストもですね、その分結構増加はしていて、特に採用ですね、新しい、まあ、採用っていうところですね、採用手数料とかも入ってきていますけれども、まあそういうところをしっかりとですね、売上増をですね、クラウドサービスとか GPU のところでしっかりとカバーできているというような状況で、まあ会社としても非常にいい状況で回っているのかなっていうのが、まあ、こういったですね、変動要因を見てもわかるというような感じです。 まあ、とはいえということなんですけども、まあ、今今日現状でですね、ストップ高の状態ですけども、えー、PR は124倍にはなっていますので、えー、まあ、今後成長するというのは、あまあ、すでにかなり織り込まれているということは頭に入れておかなければいけないかなというふうには思うんですよね。だからこの成長っていうところが、まあ、まだどんどん続いていくとは思うんですけども、どっかで鈍化傾向っていうのが出てくると、株価っていうところもですね、え、それを、えー、まあ、前倒しですね、えー、まあ、見ていくわけですので、えー、結構危険な、あこの、 ま、上限ね、上げ下げっていうところがあるかなと思うので、まあ、決してこれはですね、え、長期で持ったりとかスイングっていうよりはですね、え、いけるところをデイトレで取るような銘柄に収支した方が、まあ、安全にですね、利益を取れるんじゃないかなという、そういうふうには思っております。 で、時給状況を見ておきますと、信用改ざんですね、今385万ぐらいありまして、まあ今日できたかですね、かなりありましたが、まあ常時できたかで言うと、大体ですね、えー、少ない時には200万いかないという時もありますので、えー、まあこの信用欧改善っていうところは結構ですね、溜まりやすい銘柄であるということは、たまに寝ておく必要があると思います。まあ、同時にですね、空売りも結構入っておりますので、まあこれは上昇の燃料としては機能しやすいかなというところですね。それから期間投資家もですね、このようにかなりいいまあ、 大手のところも勢ぞろいしているような状況ですので、まあ、機関の監視下にあるっていうところはですね、頭に入れておく必要があるかなと思います。 まただ、この決算に向けてですね、結構大口のところが買い戻しの動きっていうのが入っていましたので、まあ、そういったところはですね、え、決算前っていうところでポジティブにね、あの、僕的にも見ていた、それで注目メーカーとかもね、この辺から入れ出したりはしてるわけですけども、まあ、下をですね、4000のところしっかり固めた上でですね、今上がってきているっていう状況になるかなと思います。まあ、ちょっと気になるのは個人ですね。個人のこの大口さんのところが空売りをですね、入れてきているっていうことで、まあ、こういった個人の大口の 空売りっていうのは結構焼かれやすいっていうことをまあ考えるとまあ今日これ一気に焼かれたかなと思うのでまあこういったところはですねあの他の期間投資家にですね狙い撃ちされやすいっていうところは覚えておくといいかなというふうに思いますねはいで、えー、じゃあ桜インターネット月足から見ていきたいと思いますが足型非常に良くなってきていますね、えー、ずっと一二三四五ヶ月とね連続でこうずっと高値を切り下げる格好で来ていたんですけれどもまあ八月あたりのですねところから一旦押し目を作って、 でえー、駒からの、えー、予選3連続という感じで、えーまあ、この調子でいけば今月もですね、陽線で引けることができるかなと思いますので、まあ、そうなると安値も切り上げ、高値も更新というような形で3ヶ月連続ですね、えー、いいセットアップで、えー、来れている感じがしますので、これ来月以降の上昇っていうところもですね、えー、十分期待はできる足型になっているかなと思います。まあ、トレンド的にもですね、上昇トレンドのところはですね、機能するかなというふうに思います。 それから結構重たいかなと思っていた突き足のところでいきます、ね。4800ぐらいのラインのところですね。まあ、今日僕はそこで早めに利学をしてしまったんですけれども、4800のところ、えー。ここっていうのは突き足ベースでもですね、何回か意識をされていたラインですので、特に先月のですね、高値のところでもあるということで、まあ、一旦利学はしておいたところではあるんですけれども、まあ、ここも難な,なくしっかりと抜けてっていう感じで、まあ、次のラインとしては5260のところですかね。まあ、この辺のラインのところが一つ肝になるかなと思います。 その辺ちょっと週足で見ていくとわかるんですけども、はい、ここで4週連続でですね、5260ぐらいのラインのところで、まあ、高値を押さえつけられたような格好になっている位置ですので、まあ、明日上昇するとしても、一旦ちょっと見といた方がいいのがプラス200円のところですね。5260のラインはちょっとこう抜けれるかどうかっていうところを見ておく必要があるかなというふうには思っております。 はい。ただ、周波してみてもですね、非常にいい強い格好で、えーまあ、上昇の方がですね、えーまあ、効率よく上がっているっていうのがわかると思いますね。ここも一気に2周かけて上昇した後ですね、えーまあ、陰線一つ挟んでいますけども、なかなか落とせないですね。落とせない間に一気に上昇して落としていくんですけども、 やっぱり効率が悪いですよね、えー。5週連続、5週かけてですね、下げていくんですけども、これが半値ぐらいしかあ落とせずにまたあ上昇という感じで、まあ、上昇の方がずっと効率がいい形で、下落はなかなか進まないと、ダラ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 下げるような感じっていうことで、まあ、圧倒的にですね、この上昇のお形っていうところがですね、えー、開発力っていうのが強いっていうのが見てわかるかなというふうに思います。 はい。じゃあ、冷やしでですね、ちょっと今後の戦略っていうところ話しておきますと、ま,あ、まずですね、えー、まあ、意識されていたのがこの4760のところですね、直近のところで冷やしでは、まあこの,辺のところが意識されていたかなというところでもありますが、まあここは難なく突破をできていますので、先ほども言った次のところですね、ここ。 ですね。えぇ、ー、まあ、戻り高値というふうに言っていいのか微妙なところですけども、5260円のところ、まあ、以前にもですね、ここは、あまあ、一本化されたですね、えー、抵抗戦というふうな感じで、ちょっとレジサポっぽいラインでもあるかなとは思うんですけども、まあ、この辺のラインのところっていうのが、えぇ、ー、一旦ですね、売り圧力っていうのが出やすいかなというふうには思いますので、まあ、一応、心理的な抵抗戦ということで、えー、明日以降、もしこの辺のところを到達する際にはですね、えー、売り玉のね、状況っていうのは見ておく必要があるかなと思います。 ただまあ、信用状況的には、もうこれだけ下げて、8月のところでね、下げていますので、もうだいぶこの辺で持っている人っていうのはかなり少ないんじゃないかなというふうには思いますので、ほぼほぼですね、この売り玉っていうのはもうあまりない状態で上に上がれるかなというふうには思っています。そういったところで行きますと、ちょっと今後のね、状況次第にはなるんですけども、5260は超えてですね、次のところで行きますと、例えば6400あたりのところですね、この辺の高値のところっていうのは十分目指していけるラインにはなるかなと思うので、ちょっとその辺の 高いのところっていうのもですね、見極めながら、とりあえずね、基本的には僕はデイトレでここは攻めていきたいかなというふうに思っております。はい。ということで、今日はですね、桜インターネット3778ですね、見ていきました。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。